立憲民主党蓮舫にブーメラン支持率で本日立憲民主党の蓮舫さんがこのような主張をしてしまいました安倍内閣を批判しこれでは支持できませんと主張されておられますがその安倍内閣自民党よりも支持率が1桁違う立憲民主党などのおかしな野党は どうなってしまうんでしょうか。自民党の支持率は上がり続けており、40%程度はあり、安倍内閣の支持率もほとんど変わっておりません。そういった中で、立憲民主党などおかしな野党の皆様は、桜田同行と大騒ぎをされておられますが、支持率は上がっておりません。 そういいいった支持されていない野党、蓮舫さんのこの主張では完全にブーメランになってしまっておりますが今おかしな野党がするべきは桜を見る会に対する批判ではなくて自民党の秋元司議員の問題疑惑に対する追及ではないんでしょうか。 この秋元議員の問題はどうやら中国絡みだと見られており、その結果おかしな野党もマスコミの皆様もほとんど騒いでいないんですが、こういった中国絡みの忖度を野党やマスコミの皆様が行う結果、行ってしまった結果、それも支持が 広がらない原因の一つになってしまっておりますので、ぜひとも立憲民主党には、蓮舫さんには、おかしな野党の議員の皆様には、国民のために、日本のために、仕事をしていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。